はっきりと、そしてしっかりと2年後のシドニーを見つめながら、トルシエジャパンオリンピック代表がいよいよその第一歩を踏み出します。デビュー戦にふさわしく相手はあのアルゼンチン。久しぶりに日本コールが冬の国立にこだましています。解説は早野博さん、リポート内山アナウンサー、実況栗田晴之でお伝えしてまいります。オリンピック代表としてトルシエ監督が初めて選んだスターティングメンバーがこのメンバーです。ディフェンスの中心はガンバの宮本、中盤の底にガンバの稲本、攻撃を作ってくるのはマリノスの中村、そしてレッズのあの小野、今日はワントップで来ましたグランパスの福田です。 ユース代表、そしてワールドカップも経験した小野、まもなくキックオフになります。シドニーに向けて、そして来月のアジア大会に向けて、アルゼンチンとの一戦です。早野さん、はい、ワールドカップ出場を果たした日本が、次の目標になるのはオリンピックになると思います。そうですね、一番近い目標がオリンピックだと思いますね。その予選に向けてですね、はい、初めてのゲーム、はい、どんなところが注目点になりますか。やはりインターナショナルマッチでは絶対勝たなきゃいけないと思いますね。それもワールドカップで苦戦を浴びたそのアルゼンチンですから、ここでガツンと言わせなきゃいけないと思いますね。まずそういった気持ちが出るかどうか、システムとかいろんな部分はあると思いますけれども、まずそういった部分をここに気持ちに出していくというのが一番大切なものだと思うんですね。今日は日本は3バック3人のディフェンダーで組んできます。また画面でもご紹介しようと思いますが、この3人がゾーン地域で守るわけですね、はい、特定の人間をつかずにですね、ある程度ゾーンを見ながらマークを変えていくと。ですからその辺のコンビネーション、声の受け渡しというのは非常に大切になってくると思います。左サイドのアルゼンチンは3番のプラセンテ、6番のクロサがセンターバックになります。2番のメンデス、そして右サイドはセリスエラ。日本がプレッシャーをかけにきます。非常にこうラインを高く取ってですね、ボールにプレスをかけようという意欲は見えますね。ゴールキーパーはベイソルの南です。ワントップはグランパスのスクラ。19番はエスパルスの市川です。そして12番がグランパスの古賀正弘。日本は早め早めに前線にボールを送り込んできますね。そうですね、まあ、今日はでも福田君のワントップ、非常にポイントの作り方が難しいと思いますけれども、中村それから小野といった選手がそれに早く絡むことでしょうね。最初のセットプレー、コーナーキックのチャンスになります。日本、中村俊輔左足で蹴ってきます。低いボールになりました。もう一回中村上げてくる、ヘディングが入ってきた。これ打って終わりたいですね。14番石井、左サイドはグランパスの中谷です。手を上げているのは9番の福田。中谷が切れ込んでくる、左利きの選手です。ラインを割ってゴールキックです。いや、いいトライだと思いますよ。あそこで逃げずに、ね、勝負していく、それが大切なことだと思いますね。オフサイドです、まあ、非常に日本チームの方は立ち上がりから高い位置にディフェンスラインを置いています。今ご覧いただいているのがアルゼンチンのスターティングメンバー。黄色に変わっているのは去年のワールドユース20歳以下の世界大会で優勝経験を持っているメンバーです。田原さん、はい、まあ、アルゼンチンはこの年代としては、はい、世界最強のチームと言っていいでしょう。そうだと思いますね。アタランタの時でも非常にいい選手が出て、そのワールドカップにつながってますから、どんどんいい選手が出てくる国だと思いますね。日本の中盤のプレッシャーがかかります。10番はその97年のワールドユースの優勝メンバーのディエス。8番のルクスはこのチームの中では新顔の選手です。3番はプラセンテ、左サイドからの攻撃が多いアルゼンチン。この日本のプレッシャーどうですか。
いや、いいんですけれども、向こうのボール扱いというのは非常にうまさが出ましたね、今プラテンセ。ティアスは左利きです。いや、いいプレスかかりましたよ。ふくらに当てて、そして中村俊輔、ちょっとパスがスピードが緩くてカットされそうになりました。日本中谷です。12番が古賀正浩、古賀正浩が右のディフェンダーです。この石井からアルゼンチンボールです。今日の主審はシンガポールのメイディンさんです。副審もシンガポールの方です。今日のアルゼンチンは4人のディフェンダー、4バックです。オフサイド。この9番はチーム最年少の18歳の選手です。97年のアンダーセブンティーン、17歳以下の世界大会に出場した選手です。ディフェンスの中心は5番の宮本、右の古賀、早めに福田、石川にはボールが届きませんでした。放送席、栗田さん、どうぞ。日本代表のトルシエ監督ですが、試合前に選手たちには、このチームとしては初めての試合になるが、普段のクラブでのチームと同じように、その試合と同じようにリラックスしていこうというふうに声をかけたそうです。そしてチームの雰囲気については、去年のワールドユース、そして今年のアジアユースと同じ顔ぶれのメンバーが多いので、非常に雰囲気はいいと、チームの雰囲気についてはこう話していました。今内山アナウンサーのリポートにもありましたが、去年のワールドユース、はい、20歳以下の世界大会に出場した選手が9人いて、そして今年の先日行われましたアジアユースに出場した選手が11人いる、日本代表を経験した選手が3人いるというメンバーなんですね。ですから、そういった意味でも日本のその育成というかですね、強化システムの中の流れで育ってきた選手ということは言えると思いますね。ただやはりこういった国際試合一つ一つ本気でやるっていうのがね、身になっていくんじゃないかなと思います。はい、9番のガジェッティ、オフサイドありません。アルゼンチンのコーナーキックです。最後は17番の中谷はグランパス8、ご覧のようにこの向こう側に長身の選手がアルゼンチンが固まっています。4番のセリスエラは184センチあります。投げてくる、そのセリスエラ、アルゼンチンボールのスローインです。左サイドバックの3番のプラセンテ、10番のディエス、左利きのゲームメイクの選手です。19番は市川、ゴールキーパーもかなり前の方に出ていました。そうですね。しかしこの辺りはオフサイドになりましたけれども、正確なボールが前線に入ってきます。アルゼンチン、日本の場合ワントップ、福田君のワントップですから、押し上げがないとですね、非常に厳しくなると思うんですね。攻撃のポイントが作りづらいですから、ですからこの最終ラインの上げ下げというのは、全体のバランスを非常に取ってくるには必要だということですね。8番のルクス、4番のマルキッチはキャプテンです。左サイドバックのプラセンテ、ガジェッティがキープして、そして10番のディエス、アルゼンチンボールです。ディエス、ディエスに斧がついています。プラセンテ、ゴールキーパーのビッツァリーは監督からは非常に信頼の厚い選手です。宮本が下げます。ちょっと中途半端になった、南が出てきます。時折早山さん、日本は緩いパスでですね、はい、ピンチを招くということがありますよね。そうですね、やはりコンパクトにライン上げてる分だけですね、ボールを下げるという意識はなるべく下げた方がいいと思うんですね。ただ今ここまではちょっとね、日本のプレスもいいですけれども、自分たちのつなぐリズムというのはまだ出し切れてないですね。
左サイドの3番のプラセンテ、前線のガジェッティへ、ついていたのは古賀政宏、グランパス、日本ボールです。いや今のパスもですね、石井君のプレスのかけるところが市川君とダブったためにその一番バックラインに近い選手にフィードされる、この辺のアルゼンチンの、戦術眼の高さっていうのも出ましたよね。日本は16日から1週間合宿をしましたけれども、この間紅白戦のような実戦練習全くしてない、はい、ですからまあこうした試合形式のものはこれがまあぶっつけ本番になるんですよね。まあ、ただこれチャンスになりますね。アルゼンチンの右の大きなスペースです。11番のエステベスがフォワード、右のウィングタイプのプレイヤーです。エステベスが行きます、ポルトに来る、日本ボールのスローインです。ただその紅白戦で何をこうみんなにこう習慣づけるかということは必要だと思いますけども、国際経験もこの年代で非常に増えてきてますから、今まで持ってきたものをプラスしながらこのゲームをやっていくという意識がないと僕はダメだと思いますね。立ち上がり10分を経過しています。まだ共にシュートチャンスがありません。福田に対するファールです。まあ、ああいったところはもう自由にはさせませんよね。インターナショナルのゲームだったらそこはやはり福田耐えていくということも一つの勉強でしょうね。またしかもアルゼンチンはああしたディフェンスが非常に厳しいんですよね。厳しいですよ。ですから日本もねちょっとぐらいの厳しさでやっても僕は何とも思ってませんから。今日は守備的ミッドフィルダーが2人、その1人が14番の石、そして右サイドにはスルーしました。小野が前に出ていこうというプレーです。そうですね、ワントップの分だけ中村、小野といった選手が一人は出ていかないと形になりませんね。今福田がスルーして、そしてまあ2列目から入っていこうというプレーです。そうですね、ただ小野君の場合もう少し前の意識があればあのボールをタイトに行けたと思うんですけども、オフサイドです。日本非常にオフサイド多く取ります ね。いやこれはねキャンプでの成果だと思いますけども、これが時間を追っていくごとにこうコントロールできるかというのも一つポイントになってくると思いますね。合宿中でもトルシエ監督の口癖がプッシュアップ、はい、押し上げるということですね。3人のディフェンダーは真ん中にガンバの宮本、守備的な位置に同じガンバの稲本が入っています。そしてレッズのこの選手が14番石井です。そして同じくレッズ、いやいいボール出ましたよ。小野からのボール石川へ、振り返る中村、石川に戻す、オフサイドですね。中谷です。今の一連の日本代表の動きはどうですか。ね、小野からのスルーパスを市川が出て中村にダイレクトで当てたと。ただ中村がこのシーンですね、このいいスルーパスが出た背後を狙うということですね。これが中村がね左利きなんですよ、ですからシュートまで持っていけませんでしたけれども、あそこをなんとか右でも打っていいと思うんですけどね。中村がただ形はできていると思います。はい、日本は2フェンスの形が整っていますが、中空いた、コーナーキックです。アルゼンチン2本目のコーナーキック、キャプテンマークはガンバの宮本です。20歳以下の世界選手権、それから17歳以下の世界選手権と世界を数多く経験している宮本、先ほどは184センチの4番のセリスエラでしたが、中のボールだ、セリスエラシュート、小野にはつながりませんでした。日本、市川、小野とフランスにも行ったメンバーです。21歳以下で構成された日本のアジア大会代表メンバー。ゴールキーパーのアルゼンチンのビアーリはかなり前の方に出てきています。5番のキャプテンのマルキッチから、日本が早めに非常に高い位置でプレッシャーかけてきますね、
まあ、そうすることによって最終ライン3人で守る姿勢がかかるわけですね。これが長い場合は最終ライン非常にきついと思うんですけども、アルゼンチンは今ご覧いただいたように細かいパスを中盤でつないでくる、はい、このペッケルマンのサッカーいいカードしましたね。ボールを取り返して中谷、前に平が入ってくる。前の人数がちょっと日本足りませんでした。あそこは躊躇なくペナルティの中にまず入るということを心がけたらいいと思うんですね。相手ボールをカットして相手の準備ができていない、なるべく早くペナルティの中に入ってから何かを仕掛けていくということをもう約束付けてもいいと思いますね。それで失敗しても僕は全然問題じゃないと思いますよ。日本のコーナーキックになります。長身は180センチの古賀政宏12番、稲本7番は180センチあります。古賀合わせ目は184センチの古賀でした。アルゼンチンボールのスローインです。まもなく15分になりますが、ね、両チームまだシュートがありません。いや、ね、僕は、ね、こういう、ね、試合の展開というんですかね、自分たちの駆け引き、それでリズムをいかに取っていくかというのは僕国際試合で必要だと思いますから、シュートがないとしてもこのゲームプランとしては僕はいいと思いますね。相手の良さを出させないということで、パスをカットして稲本、もう一回稲本、左サイドは中谷、小野が呼んでいます。小野と中村俊輔はこの時間帯はポジションチェンジしていますが、そのボールを取られてしまった日本。いや、ワールドカップでもやはり問題になった1対1の部分というのはこのアルゼンチンのチームは鍛えられてますよ。小野は非常にボールキープも上手い選手なんですけれども、とにかく時間を与えてませんね。右サイドはセリスエラ、ここで小野がプレッシャーをかけます。いや、今小野がプレッシャーをかけて出る角度を決めたことによって後ろの選手がアタックできる、非常にいい形の守り方だと思いますね。福田のハンドを取ります。合宿の時にも中村俊輔が言っていましたけれども、あの攻撃的な位置の選手がサイドバックにまでプレッシャーをかけていくんだと、はい、やはりそういったことでラインを高くキープしながら自分たちの攻撃体制を作っていこうということですね。つまり中盤でプレッシャーをかけます。あ、アルゼンチンボールになります。戻っていく日本、中がちょっと空いた、ファールはありません。この後ディフェンスラインに吸収されずに出てこないといけないと思うんですね。ボールサイドディフェンスラインは5番の宮本が見ています。いや、中村よく出てきて1対1でも頑張りましたけど、これを続けなきゃいけないと思いますね。中村はトルシエサッカーはと聞かれて闘争心をいかに見せるかなという話をしていましたけれども、まあ、ともかくスピリットの部分、そうですね、戦う姿勢というのを非常に大事にする監督です。やっぱりこれだけのゲームになった時にですね、上手い選手だけでは生き残っていけないと思うんですね。上手さを持ってるんだけども強さを兼ね備えた嫌な選手になっていくというのは非常に大切な部分だと思いますよ。ここまで見ていますと日本は高い位置でプレッシャーをかけながら、はい、やはりボールキープの面ではアルゼンチンに、そうでしょうね。ただどうでしょうか、アルゼンチンのリズムにこうなりかけてませんか。まだまだ傾きかけてるとは言えないと思いますけども、ただ日本もそのいいところ前でプレッシャーをかけてボールを奪っているシーンも何回かありますから、やはり小野、中村といったところにボールがきちっと入っていくことがこれからのリズムのポイントだと思いますね。上がってきて黒さん、うっと南が逃げてコーナーキックです。しかし今のもね、よく見たループシュートでしたけどね、この8番のルックスですね、はい、最後は7番のアルゴルノスのシュート、はい、キーパーが前に出ているのをよく見て浮かせたシュート、ね、最後アルゴルノスですね。コーナーキックです。近いサイド後ろからシュート、ゴールキックです。最後は11番のフォワードのエステベス。アルゼンチンの方はディフェンスは右から4番のセリスエラ、中央には6番のクロサと2番のメンデス、左に3番のプラテンセン、中盤の底にマルキッチが入って左にルクス、右にアルゴルノス、10番のディエスがダイヤモンドの頂点、ツートップにガジェッティとエステベスです。アルゼンチンというとやはり我々はワールドカップに見た印象では 3-5-2 のスタイルだなと思ったんですが、いや、ただね、
どちらにしても、まあ、システムは違いますけれどもフラットなフォーラインをキープしているわけではないですね。基本的にありますけども人に早くつきに行ってボールの出所を潰していくという、まあ、今の世界のサッカーのディフェンスの潮流を言っていると思いますね。小野です。右サイドに古賀、ガンバの宮本キャプテン、あこの中谷のパスが読まれています。これを拾って稲本、先手を取ってますよ。稲本前に福田がいますがちょっと躊躇した。中村、14番の石井はです。後ろからちゃんとアルゼンチンが来ている。これだけもう1秒もなかった時の躊躇っていうのがここまで来ちゃうんですよ。日本のディフェンスは3人が守るだけ。ようやく戻ってきます。まあ、ここはよく市川が時間をかけさせました、ね、前半は20分になります。まだ日本はシュートがありません。ゴールキーパーのビツァリーはここまで上がってきています。将来のフル代表の候補なんだとペッケルマン監督は話しています。ここまで今ご覧いただいたのが日本のディフェンスライン3人ですが、はい、今左側に見えているのがこの3人ですね。そうですね。ただこの辺のね、まあ、システムとしてはそういう形を取っている日本は非常に忠実にやっているという感じはしますけれども、アルゼンチンの4バックは4バックのラインを取っている割には早くマンツーマンに切り替えていると、それによってボールが福田君のところになかなか入らない。逆にワントップなだけにもっと中盤に入るそうな感じがしますけれども、中村小野といったところにもマークがついてくるということですね。まあ、これはアルゼンチンのフル代表でもそうでしたけれども、はい、相手ボールになった時のですね、マークの受け渡しが非常に早いんですよね。そうですね。それとマークはタイトですよね、はい、中村俊輔、小野から福田、それから早野さん、はい、トルシエ監督の一つキーワードに、はい、ウェーブという言葉がありますけれどもね。そうですね。今日はねここまでなかなか中盤でボールを前向いて持てませんので、そのウェーブの動きとの組み合わせができてないんですけれどもね、ただそういう動きをすることによってマークをしづらくするパスのコースを作っていくという形で、非常に昔からある動きなんですけれども、そういったことを取り入れていくという原点に戻るといった意味では僕は大切なことだと思いますね。またハーフタイムに早野さんとそのウェーブについては話をしていこうと思いますけれども、はい、稲本、中村俊輔、ここが日本の最終ラインになります。その最終ラインの中心が今ボールを運んでいるガンバの宮本です。左にはエスパルスの戸田、まあ、この辺りでボールを中途半端に回しますとアルゼンチンの選手のプレッシャーがかかってきます。ここでしょうね。ゲームのその組み立てという部分ではこういうもう20分過ぎたところで少し落ち着いてですね、バックラインから下がらずにボールを回しながら相手を押し込めていくというようなことが、中村、石井、稲本、中村俊輔、攻撃に出ようといったところでこうやってボールを取られると日本苦しくなります。そうですね。その辺のところは苦しいと思いますね。いやでもプレスは僕はここまでよくかかっていると思いますね、はい、小野です。小野には2人がかり、最後は3番のプラセンテ、また小野が今度は行きます。石川もサポートに出た。ここはもう全員が行くところでしょうね。あ1人福田君が休んでましたね。今3人でプレッシャーをかけられなかった。しかし日本ボールになる。あっと福田と合わない。ガジェッティ10番のディエス、日本ボールです。スローインと変わっています。まだ両チーム得点がありません。前半は23分を回っています。
守備的ミッドフィルダーに入っている稲本。福田へのポストプレーというのが今日のトルシエジャパンのですね、はい、一つの攻撃の形だと思いますけれども、なかなかマークが厳しくてこの福田のポストプレーが生きないですね。ですからこの、まあ、立ち上がりとしてはそのお互いにいいところを消し合いながら、リズムを取っていこうという立ち上がりで良かったと思うんですけれども、これ中盤の少しプレッシャーがかかってない時に慌てずにですねボールを動かしながら福田君を狙っていくというようなことを意図的にやっぱりやっていかないといけないと思うんですね。石川、稲本、この稲本にもプレッシャーかかる。まあ、アルゼンチンもやはりそのボールの出どころをよく知ってますので、はい、出どころをこれ抑えてきますよね。このポストプレーがつながらないと日本は攻撃できないでしょうね、はい、今の形。10番のディエスがアルゼンチンの攻撃の中心です。左サイドバックの3番のプラセンテ、6番の黒沢がセンターバック、2番のメンデスがセンターバックです。稲本、この稲本のところにもちゃんとプレッシャーかかる、ね、ここで稲本よく耐えてつなぎの球を出してきましたよね、はい、いい形のワンツーです。石川、福田呼んでる、コーナーキックです。日本ボール。日本のこの右サイド小野市川のコンビっていうのはね非常にいい感じがここまで出てますよね。まあ、つい最近までもあのアジアユースでも戦っていた2人ですからね、はい、そうですね、ここのダイレクトプレーからのつながり、このコントロールが若干中に入った部分だけ取られましたけれども、僕は非常にここは突破口だと思いますね。先ほどは12番の久保でしたが、近いサイド稲本が入ってきました。フォワードのガジェッティ、この辺りのプレスの外し方というか、ね、アルゼンチンはダイレクトパスを多用して日本のプレッシャーを外してきますよ ね、ボールを一つずらしてボール一個分ずらしてパスを出せるんですよね左、うん、こういったところは本当にこう厳しいプレッシャーを かわしてなという感じが見受けられますね。左サイドのプラセントの上がりです。11番のエステベス、10番のディエス、後ろ空いた、右サイドのスペースを使ってきた。いや素晴らしいパスですね。セルジエラから放り込んできたヘディング、ファールです。日本ボールです。あ、かなり激しいアルゼンチン、ちょっと石井と3番のプラセンテがやりましたがここでイエローカード、笛が鳴った後にねプラセンテ攻撃参加してますから聞こえないふりをしてなんかこう遅らせようというのもですね。そうでしょうね。左サイドバックのプラセンテ、はい、まあ、ここを自分が出た後にすぐ攻撃されますと左サイドが空きますんで、空きますんでね、この辺りはまだ21歳ですがいやもうねそういったところは自分のチームでね嫌っていうことをこう味わってるんじゃないでしょうかね。まあ、名門のリバープレートで準レギュラーを張ってる選手ですからね、はい、南から小野、この小野に対して今プラセンテが突きに行っているということですから、フォーバックのラインを崩してまでも人に突きに行くということですね。まあ、それだけ小野でありあるいは中村であり、はい、あるいは7番の稲本、ね、こうしたパスの出どころをちゃんとこうアルゼンチンは抑えてますよね。そうですね、その段階で外に張ってるだけではなくてやっぱ人を掴みに行くことによってバランスを取ってますよ。ディフェンスの中央はこのガンバの宮本、左サイドの中谷を見ています。中谷につながる、中村から稲本が行きます。アルゼンチンボールです。今のシーンなんかで中村がその練習をしているですねウェーブを使いながら外を回っていくということによって中谷が中に入ってこれるというようなね状況をもっと作ってもいいと思うんですけども、はい、ちょっと余裕なかったですね。小野、右サイドの市川の上がりを見ましたがまだ上がっていません。その市川、こういう中谷のボールはね注意しないといけないと思いますよ。僕はこれ宮本が前に上がってますんで、ね、取られたらすぐピンチになりますね。その通りなんです。小
野からダイレクトへ市川へはたこうというボールでしたけれども、市川が感じられませんでした。アルゼンチン の, そのボールを奪うゾーンというものを、ね、本当にチームがよくバランス取れているので、なかなか穴が見つからないですね。レッズの石井、中いた、中村俊輔、日本ボールです。イエローカード、アルゼンチンの2番のメンデスにイエローカードが出ています。まあ、このあたりピンチと見ればイエローカードも覚悟で激しいディフェンスを仕掛けてくるアルゼンチン。あそこはね、行きますよ。両手上げてやってませんよと言っても、向こうのスローで見れば一発で分かりますからね。さあ、このゴール正面、距離で言いますと 27-28 メートルのフリーキックは左足で中村か、あるいは右足の小野か。小野が行く、中村、中が空いている、福田が呼んでますが、中谷、あっと、中谷と小野が合いませんでした。また外のサイドには中村もいたんですが、そこまで感じられませんでした日本。いやー、この左サイド2人上がってきましたけど、ちょっとパスが後ろに行って助かりましたね。これ10番のディエスからです。3番のプラセンテ、左サイドバックのプラセンテは左利き。市川、小野、福田、いやーっと石井、いいリズムでしたけれどもね。今日本はその非常に狭いゾーン、15メートルぐらいのゾーンのパスについてはいいプレスがかかっていると思いますね。はい、中谷、稲本上がってる、その稲本に対するファールです。日本ボールのフリーキック、早いフリーキックを使います日本。宮本、左は戸田、中に放り込んで福田、福田が倒されたがファウルなし。いや、今日は、はい、今いいタイミングで入りましたけれどもね、あそこを叩かなきゃいけないですね。このパスに対して1対1の状態、どんなことをしても倒れないぞというような、ね、意識で僕はやってほしいなと思いますね。今日は福田はポストでしっかりと前線でキープする、はい、それで負けないこと、そうですね、それができなければ交代だと監督には言われているそうです。頑張ってやらなきゃいけないですね。プレッシャーかかってボールが取られる、アルゼンチンボールになる。11番のエステベス、エステベスのパスがディエスに入ってくる。ディエスは左利き、石井のクリアです。これマークを見なきゃいけないと思いますね。ペナルティの中で中村が下がっています。ディフェンスに入っている稲本のディフェンス、アルゼンチンボールの スローインです。石井がよく最終ラインまで戻ってカバーに入っていました。そうですね、今のもプレスをかけてるんですけども、フッとしたところですね。これ危ないですね。叩いて、アルゼンチンのこの U21、 21歳以下の代表にもやる気が感じられます。いや、親善試合というのはね、そんな生やっちょろくやるもんじゃ僕はないと思いますね。やはりピッチの中で全力を尽くして相手を本当に倒すつもりでやって、初めてそのフレンドリーな関係が作れると思うんですけどね。ガジェッティです。この9番の選手は18歳、来年はイタリアのパルマに移籍することが決まっている選手です。まあ、ですからこのアルゼンチンの中ではオリンピック、あるいはその2002年のワールドカップに向けて代表候補とも言われている、ね、もうたくさんいますよ。まあ、実際にその前の、あ、これはまた、そう、ガジェッティです。ガジェッティ、中を見た。いや、シュート打ってきた。あ、ガジェッティシュート。いや、あの辺はね、本当ストライカーって感じがしますね。もうクロスボールかなと思いましたけども、はい、ディフェンダーの古賀君もシュートとは思ってなかったと思うんですね。いや、そうですよね。枠行ってますよこれ。いや、素晴らしいシュートでしたガジェッティ。アルゼンチンのコーナーキックです。近いサイド、日本のディフェンスラインが上がります。いや、よく見てたな今。
ずっとシュートを打てなかった。最後は中村俊輔。いや今福田君が右サイドに逃げてですね、はい、そこに出るかなと思ったところよく中村の位置を小野が見てたんですね。一回こう見た後にこれは素晴らしいパスですよね。いや今アルゼンチンにこうリズムが行きかけたところ、その小野のパス一つのパスでリズムを渡さなくて済みましたよね。日本ボールのコーナーキックになります。その小野が蹴りに行きます。市川が178センチ、19番、その後ろから上がってきたのは7番の稲本。稲本は180センチあります。福田が近いサイド、日本ボールのスローインです。小野、小野がダイレクトに叩いたところに選手がいませんでした。稲本いいチェックですよ。ここは当てないでしっかりとつなぎ出すことでしょうね。左サイドは戸田、中の宮本、そして右の古賀。これはちょっとこのパスがカットされるとルクスから10番のディエス、ディエス8番ルクス、3番のプラセンテは左のサイドバック。左サイドバックのプラセンテがよくこの中に入ってくるプレーがあります。そうですね、その分の8番のルクスがサイドに開いている、そうすると中が空いてますから、そこにフルバックというサイドバックのプラセンテがこう入ってくる、人数は増えるわけですね中盤の、フリーキックは左利きのディエスが蹴ります。去年のワールドユースの優勝メンバーでもあります。あるいは右サイドバックの4番のセリセイヤも来ています。壁は 9.15 メートル下げなければいけません。後ろからセリセイヤシュートだ。ちょっとヒヤッとしました日本。最後はベイソルの南ががっちりと抑えています。前半は36分を回っています。福田がプレッシャーをかけに来ます。右から古賀雅弘、市川、ターン下げます日本。8番のルクス、両チーム得点がありません。中村俊輔、中村、いや今のも面ですがね、センターバックなんですけども、中村までこうプレスにかけてくる、あそこでところを抑えれば後ろは怖くないわけですね。そうですね、右サイドはセリスエラ、逆サイドに展開します。8番のルクス、ディエスから南が出る。最後は2列目からルクスが飛び込もうというプレーです。ちょっとこれアルゼンチンの方にここも危なかったですけれどもね、同サイドのスルーパスというのはこう2回目か3回目なんですね、プレスをかけているところからスルーパスを出されているというところに問題があると思うんですね、はい、どうしても最終ラインは3人で守りますので、中央にボールがあるときには両サイドがこう空きますよね、はい、そうなんですね、その絞ったそのサイドのところを仕掛けてくるんですね。で今ここで若干もう前半も残り少なくなってきましたけれども、アルゼンチンの方がきちっと守って攻め出している、きちっと守って攻め出しているというリズムを掴んでますよね。日本が完全に攻めの時間がほとんど作れない、アルゼンチンボールのフリーキックになります。30メートル以上ありますが狙ってきた、4番の右サイドバックのセリスエラが狙ってきています。
中村、石井です。ルクス、おっとオフサイド、危なかった、オフサイド。いや、この今のさっき言ったアルゼンチンのリズム、しっかり下がらずに守って攻めていくと、今オフサイドになりましたけれども、空いた時に今度は組織ではなくて、今石井君のプレーですよね。ここをきちっと勝ち続けなきゃいけない、はい、もし勝てないんであれば自分の攻撃の権利を放棄してでも前線に大きくフィードしておいて失点の確率を減らすということを、こういったゲームで覚えていかないといけないと思いますね。今のは日本としてはややヒヤッとするオフサイドでしたか。そうだと思いますよ、危なかったですよ。アルゼンチンは今日は非常にこの左サイドからの攻撃が多いです ね、 多いですね。このプラテンセ、それからルクスといったところが非常にワイドにしてつなげてくるということですね。で、左利きの選手が多いですよね。そうですね、プラセンテ、ディエスも左利きです。福田、逆サイドですね、中村、トラップだったのか、あるいは福田へのパスだったのか。いや、トラップでしょう今のは。ディエス、もう一回ディエス、いいプレッシャーです。福田当てて、福田が前に行きます。中村俊輔はちょっと時間かかった。稲本、左サイド中谷空いています。おっと、シュート打ってきた、ガンバ大阪の稲本のシュート。いや、いいプレーですよ。今言ったようにアルゼンチンのリズムの時攻め出して、これ2回ミスがあったんですよね。ところがうまくその稲本が押し上げてたことによってボールを奪えて、今のシーンのシュートまで行ってる、リズムを渡さないぞといったシュートに僕は見えましたけどね。なるほど、まあ、稲本としては前が出ていったらカバーする動き、はい、あるいは中盤でパスをつなぐ動きをしたいんだという話をしていましたが、うん、もうね、その守りに重心を置いて、そのディフェンスがハーフという世界じゃないですからね。もう攻撃できるときには出ていかないといけないと思いますね。小野から中村、左サイド中谷、福田が前線で近いサイドに流れてきます。ウェーブの動きがありました。まあ、今のがいわゆる中村俊輔の動きですけれども、そうですね、ウェーブと言われる動き、残念、何回かありましたけれども、ちょっと距離があったためにディフェンダーにコースを読まれてしまいましたね。中谷です。中村俊輔、稲本出てくる、福田から稲本、シュートだ、後ろからシュート、はい、日本ゴール、日本先制、アルゼンチンに日本先制です。前半の42分、いやー、いいコンビネーション。僕はね、この稲本からの、あのチェックからっていう攻撃ですよね。最後は俊輔がちょっとミスを取り返すようないいシュートを打ちましたけどね。稲本、福田、そして稲本、後ろから中村俊輔の左足ループ、いや、素晴らしいですね。オリンピックのシドニーに向けてその第一歩を踏み出したゲーム、21歳以下の日本代表最初のゴールは中村俊輔でした。その中村が今倒れていますが、激しくなってくると思います。これがやっぱりね、代表のユニオンも、まあ、アンダー21とはいえ代表のユニオンも来ている選手のやっぱ使命だというふうに思いますね、はい。まあ、しかしアルゼンチンの方もですね、ペッケルマン監督はオリンピックに向けた準備段階のこれがスタートの試合、まあ、ですから日本と同じなわけですよね。そうですね、やはりここでテストをされてますから、いいプレーを見せないと選考されないわけですね。日本ボールです。先ほどの中村に対するプレーでアルゼンチンの7番のアルボルノスにイエローカードが出ています。日本の中村にもイエローカードが出ています。まあ、しかしこれだけイエローカードも出てくる、はい、皆さん、激しい試合になりましたね。いや、もうインターナショナルマッチはしょうがないでしょう。ここを逃げていたらやっぱり戦いにはなりませんからね、はい。ただその時に
冷静にハートを熱くっていうのはね、頭は冷静にハートを熱くっていう戦い方をしないといけないと思います。福田、先ほどはようやくあの福田のポストプレーが行きました。はい、そうですね。その福田の前からのディフェンスです。ロスタイムはおよそ1分と掲示されています。日本が1点を取っています。中村俊輔の先制ゴール、小野がプレッシャーをかけに行きます。稲本、小野正弘、エスパルスの市川、ちょっと石井と重なった。中村の技術がいきます。中谷、小野です。石井が出る、その石井のファールです。アルゼンチンボールのフリーキック、ロスタイムに入っています。ラインを高く上げたところで日本はやっぱりその裏のスペースね。えただね、これ前線からのその守備の協力というものがないとですね、ラインを上げるというのは非常に危険な行為になりますから、これは時間帯をいろいろ考えながら全体がどこで守備をするかですね。中村、後ろからシュートが終わらないといけないですよ。シュート、石井のシュート、アルゴルノス、右の攻撃的なミッドフィルダーです。日本は福田を残して全員がディフェンスに回っています。前が空いています。小野、中村、10番がディエス。今のプレーで後ろから小野にイエローカードです。ファールをしましたんでね、はい、両チームこれで合わせて今日は前半だけで5枚のイエローカードですよ。アルゼンチンボールのフリーキックです。もうロスタイムに入ってご覧のように1分まもなく30秒、まあ、これがラストプレーになると思いますけどね。7番のアルボルノスか、あるいはここまで4番のセルスエラがよくフリーキックを蹴っています。そうですね、再興せずに非常に強烈なシュートを打ってきてましたね、4番のセルスエラですね、はい、浮かした、今度は直接行きませんでした。アルゼンチン、ここで前半終了です。アジア大会日本代表、シドニーオリンピックを狙う21歳以下の日本代表、その初戦アルゼンチン相手に前半1対0リードを奪ってハーフタイムです。まあ、これは何回かこうミスでですね、攻めのタイミングを逃したところだと思うんですけどもね。稲本から福田、ここからの押し上げが非常に良かったということですね。ただシュートも本当に落ち着いてますね。またアルゼンチンのゴールキーパーのビッツァーリエが非常に前に出てくるキーパーというのも日本チームは分かったでしょうから、はい、このワンツーちょっとコントロールミスになりましたけれども、ただね、このシーンでは出てもしょうがないと思うんですね。ある程度角度を狭まってますんで、まあ、この辺のところが非常に将来有望なゴールキーパーという話がペッケルマン監督からありましたけれども、まだやはり21歳の若さと。いや、これは中村君を褒めましょう。なるほど、はい、中村がゴールキーパーの動きをよく見 て, よく見て左足、得意の左足でループをかけたシュートを決めて、はい、これが前半の日本の得点になっていますという話をしていますが、後半にかけてですね、交代しなかったということはまず前半の出来にそうでしょうね、を与えたというふうに思いますね。ただこれね、アルゼンチンはね、ワールドカップでもそうですけども、今までロングボールをなかなか蹴ってないんですよ。後半は前半と違った部分を出してくる、それに日本がどう対応しながら攻撃ができるかというのがポイントになってくるんじゃないかなと思いますね。まもなく後半のキックオフになります。1点をリードしている日本、アルゼンチンは21歳以下の代表、監督の名前を取ってペッケルボーイズと呼ばれていますね。さあ後半のキックオフです。
あと前半の最後の方で早野さんからお話もありましたが、はい、日本は非常に前線から高い位置でプレスがかけている、はい、まあ、この辺りの運動量の多さによる疲れ、そうですね、特に中村、小野といった選手はトップがワントップだけにで攻撃にも出なきゃいけない、守備にも帰らなきゃいけない、この辺の動きが止まってきた時には逆に向こうの選手が出てくるということですから、非常に中盤が不利になるということが言えると思うんですね。倒れているのは石井です。右の石川、中村俊輔、もう一回石川、中村には届きませんでしたが、よく稲本が読んでいる。中谷です、左利き、後ろからのシュート、中村の左足、中村のシュート。いやー、まだ前後半1分になってませんが、前半1点取ってますからね、気分よく打ってますね。左足はね、自信があるということですよ。まあ、中村といえばこの左足です。稲本、その稲本のファールです。アルゼンチンボールのフリーキックです。もう本当にアルゼンチン、これ1点ビハインドですし、国の名誉にかけてもやってくると思うんですけど、これはね、ディフェンスもっと激しくなってくると思うんですね。稲本、アルゼンチンボールです、まあ、このアルゼンチンの21歳以下の代表は、まあ、本来のレギュラーメンバーからは8人ほど、まあ、アルゼンチンの国内リーグが今最終盤に向かっているということで、はい、代表選手を出せなかったという経緯があります、まあ、ですからアルゼンチンのジャーナリストはですね、70% ぐらいの実力だというふうには見てるんですが、逆に選手の方はですね、うん、これが一つオリンピック代表に残るための選考の試合だと。そうでしょうね、逆にその、まあ、強さはその全員揃った時もあると思いますけれども、これがテストだと、これでうまくいけば代表に入る可能性が出るといった選手というのは逆に怖い部分もあるんですね、はい、ただここまでは出てませんけれども、ここからね、何か仕掛けてくるんじゃないかなという気がしてますから、日本は絶対受け身にならないことでしょうね。ただアルゼンチンは現在7つだそうで、しかも片道30時間以上飛行機でかかりますので、まあ、そのあたりの疲れも残っていると思います。中村俊輔、左サイド中谷を見てる。中谷につながる。日本ボールのスローインです。今の中谷君の動きも直線的ではなくて、タッチにこう膨らみながら走ったことによって、中村のいいパスが来たということですね。放送席、栗田さん。はい、内山さん、どうぞ。リードしている日本チームですが、トルシエ監督自身のコメントはなかったんですが、まあ、広報によりますと、選手そして監督が非常に気合を入れてこの後半ピッチに向かっていったということです。そして日本チームは今リザーブのメンバーが全員ウォーミングアップを始めているんですが、そのうち高原、松田、そして明神の3人は前半2回のウォーミングアップを行っています。そして今サビアコーチが高原につきっきりでウォーミングアップを行っています。アルゼンチンのディエス、まあ、高原の場合には21日のチャンピオンシップでも試合をしてますんで、まあ、この辺りの起用は非常に難しいと思いますが、今の稲本に対するタックルでファールです。イエローカード、4番のセリスエラ。セリスエラもね、やっぱりサイドにいるということじゃなくて、中のディフェンスもこうやってくるわけですけれどもね、この選手はですね、アルゼンチンではサメというニックネームを持っているそうで、このセリスエラの必要なマークが見られたら、はい、アルゼンチンは本気になった証拠なんだとじゃあ今稲本君はサメに食われたということですね。危なかったですね。その4番のセリスエラ、184センチある右のサイドバックです。去年の20歳以下の世界選手権ワールドユースと優勝メンバーです。放送席、栗田さん、内山さん、どうぞ。アルゼンチンのペッケルマン監督ですが、前半は互角の展開であったと、そして日本の印象については非常にスピードがある、ただアルゼンチンのこの代表チームもスピードでは負けないので、後半も互角の展開になるのではないかと、通訳を通じてこのようなコメントを残しています。日本のサッカーは非常にスピードがある、はい、昨日の記者会見でもですね、非常に去年の
世界選手権を戦ったユースのチームは非常にいいチームだったと、優勝を話してましたけれども、いや本当にでも日本のディフェンス、それから攻撃への切り替えって前半はほとんどいい素晴らしいゲームだったと思うんですね、はい、ただこれがちゃんとゲームのプランの中で続けていけられるかどうかというのがこのやはり戦いになってくると思いますから、まあ、今のもミスにはなりましたけれども、思い切ったダイレクトプレーを使った、うん、いやこの前半のリズムでですね、ダイレクトプレーでスピードを上げていったりするプレッシャーも非常に90分かけられるというのはやっぱヨーロッパのゲームと同じようなレベルになってくると思うんですけども、そこまでできるかどうか、フィジカル面でそこまで達しているかどうか、この辺が問題になってくると思うんですね。宮本から左サイドの中谷、左利きの中谷ですが、このパスは読まれています。フォワードのガジェッティのチェックが入っていました。右サイドは古賀政宏、グランパス、そして右のアウトサイド市川、小野からその市川へ出た、スピードがある、日本ボールです。これも 逆ウェーブでしょうね。そうでしょうね、はい、シュート空振り、宮本が前へ出てディフェンスしています。いやいいディフェンスですよ。もう一回フラシュート、前線でキープします。小野、稲本、稲本行く、中村俊輔、スルーパスとしてね、今狙ったのはね、ただこのスルーパスは読まれていました。いやこの時間帯ね、日本のディフェンスの、ね、足の方が一歩速いんですよ。そのために全てボールは宮本君も含めてボールを取れてる集中力がありますね。宮本、このパスがカットされてアルゼンチン、セリスエラ、ガジェッティ、ガジェッティが中に来る、ね、シュート。来年はイタリアのパルマに移籍するというガジェッティのシュート、チーム最年少の18歳のフォワード、今ねアルゼンチンはそのこのガジェッティを右サイドに張らしてですね、中本君の背後にポイントを置いてるわけですよ。でワントップ組にエステベスがトップにいるという形、これはどう日本がケア頭に入れていくかでしょうね。なるほど、ディフェンス確かに9番の右サイドにガジェッティが張っています。まあ、これによって中谷の攻撃を減らすということもあるし、右サイドのポイントを作ることによって左サイドが逆に上がってこれるという、少し変化を与えてきて3トップにも見えない、1トップにも見えないという、非常に流動性のあるシステムを変えてますね。アルゼンチンはその両サイドを上げてくることによって、まあ、日本としてはその両サイドを下げざるを得ない、そういうことですね。ですから3バックから5バックの形になるんですね。それを引きずられていた場合には、でディフェンスラインが下がっていく、アルゼンチンにリズムがいくという形になると非常にまずいと思いますね。つまり日本が中盤からプレッシャーをかけてディフェンスラインを非常に押し上げてくる、はい、これが非常に嫌だと、そういうことですね。そのラインを下げさせようというアルゼンチンの狙いがあるんでしょうか。その通りだと思います。今でもこう手を挙げてね、画面に映っても今手を挙げて映ってますけども、フリーなんですよ。アルボルノス、右サイドにはガジェッティ、ラインを割っています。ゴールキックです。まあ、ですから、ここに対して今非常にゾーンで守ってるんですね。ガジェッティに対して戸田君、それから中谷君の中間地点にいるわけですね。プレスがかかっている分だけはほっとけばいいんですけども、繋がれてきた時に誰が見るのか、今は中谷君見てますけども、アルゼンチンとしてはワントップ、あるいはその3トップに近い形に変えてきました。後半です。小野、ちょっと重なった。倒れているのは7番のアルゴルノスです。10番のディエス。左はプラセンテ。プラセンテのキープ。ディエスは左利き。ディエスは高い。オフサイドです。
まあ、このあたりも非常にガンバの宮本がディフェンスの中央でラインをうまくコントロールしますね、うん、あのボールサイドにこうずれていくのは非常にまだいいと思うんですね。ただこの守り意識っていうのはさっき言ったその9番のガジェッティをどうするかというのもありますけども、逆に福田君がねもうこう両サイド上がってきてるわけですから、サイドに流れてポイントを作っていくことでラインは簡単に押し上げられると思うんですね。石井です。小野が右サイド、そのパスを読んでアルゼンチン、中村俊輔のプレッシャーです。まあそのプレッシャーのかけ方も合宿中ではトルシエ監督自ら声を出してここだということで、いやね、もうこれ全体のプレッシャーゾーンプレスなんて言ってる余裕はないわけですから、とにかくボールに対して誰が早く行くのかということですね。前空いた、中谷が中に絞ってディフェンスしています。ですから日本にとってこういう時間帯は左サイドに大きくスペースがあります。まあ、そこの攻撃を遅らせるのが中盤の底にいる稲本。日本の得点は前半42分の中村俊輔です。福田当てる、稲本、もう一回福田、福田前向く、いやいいプレッシャーです。ボールへの寄せが早いですよね。こうした横へのパスをミスしますとアルゼンチン狙ってきますよね。そうですね。いや、中谷いいコントロールした。これ右サイドガラ空きですよ。中村俊輔、その右の大きなスペースですが、そこまでは届きませんでした。これはね、今のは最低2タッチで出さなきゃいけないですね。市川に対してのワンコントロール2タッチ目でのパスっていうのはね、出るとスピード上がると思うんですけどね。非常にいい形で日本が中盤のプレスをかけています。後半は12分を回っています。宮本、福田、宮本上がってくる、この辺のパスになる、前に中村俊輔、左サイド中谷、この辺のパスになってしまいました。アルゼンチン、中村俊輔左利きです。あ、この辺りも稲本のプレッシャーですけど、稲本効いてますね今日。これ下がって守ろうという意識が彼にない分、その分だけボールを奪えてますね。ですから中盤で稲本、石井がですね、前から前からチェックに行く、はい、ですから後ろのディフェンスラインも押し合えることができるんですね。その通りですね。それと一人かわされても近くにいますから、どんどんボールに寄せていけるということですね。中村、福田と動きが合いませんでした。場内からは柳沢コールも出ていますが、柳沢はこの合宿にはチャンピオンシップの後合流しましたけれども、ミーティングだけ参加ということで今日のメンバーには入っていません。そうですね、今日バンドも出れない福田君のワントップ、高原君もチャンピオンシップの疲れ、逆に考えればこの選手たちが出ていったらと思ったら楽しみですね。はい、まあ、日本はこれ以外にもレッズのジョージョーであるとか、あるいはガンバの小島が故障で出られない、ね、このポイントを作ることですよ。福田、前に小野が走っていく、ちょっと時間かかってしまった福田。いやー、市川君を使ってほしかったな。今福田としては後ろには目が行きませんでしたかね。いやー、一生懸命やってる部分だけ見えなかったんじゃないかと思いますね。ご覧のように柳沢、それからベルディの小針です。あ、高原がこれは出場のチャンスがありそうです。裏のスペース、大きなスペースがあった、スピードがある、スピードがある、よく出た、南がよく出た、そしてまた戸田のカバーもありました。いやー、このスピード、宮本も最後よく追いつきましたね。キーパーの南もよく出ましたけれどもね、ただこの一瞬ラインを3バックのラインを取っている裏に走るスピードはありますよ、アルゼンチンもね。
どうしてもゾーンで3人で守っていると、コーナーキックあります。アルゼンチンのチャンス、日本はラインをそれほど押し上げない。右サイドのセルジエラ、いいボールが入ってきた。マイナスのパスだ。シュートコースがあった。シュートを打った。わずかに外れたアルゼンチン。最後はルクス。しかし最後このクロスボールをこう入れていくシーンですね。ここでセルシエラ早いですね。この反転、エステベス、そしてマイナスのパスでスペースが空いたところ、そうですね、ルクスの左足、左足、あれが 1m 手前だったら危なかったですね。まあ、日本あのラインを押し上げた裏のスペースを狙われた、はい、そこからピンチが生まれましたね、うん、ですからあれが狙いなんですけど、それをさせないための中盤のプレス、前線のこうボールへのアタックというのアプローチというのは良かったわけですね。ですからあの形でフリーにしたら危ないぞということはよく分かっていると思うので、これを注意しなきゃいけないと思うんですね。中谷、人が足らなかった。今の福田君がウェーブでボールから遠ざかるような動きっていうのをしているのが面白いと思うんですけども、逆サイド危ないですよ。逆サイドはフリーです。アルゼンチン後ろに戻した。その逆サイドに振った。ヘディングシュートが入ってくる。ポスト、アルゼンチンポストに嫌われた。エストベス、クリアが入ってきます。まだアルゼンチンのキープです。セルスウェラ、裏のスペースに入ってきた。ガジェッティ、いやアルゼンチンの非常に厚みのある攻撃です。このダイレクトのクロスよく見てましたよ。完全にルクスがフリーですから、このヘディングシュート、いやポストで助かりましたけどもね、南君ポストにこう俺を置いとかなきゃいけないですね今ね。そうですね、やられてもおかしくない場面。ややこの時間帯で日本のピンチが続きましたが、そうですね、やはりその辺の最初のですねラインをこう裏に出されてピンチを招いたというのが若干その不安定さ、プレッシャーの不安定さに影響してるんじゃないかなという感じがしますね。あ、福田交代です。福田に代わって11番の高原起用。福田交代、今度は高原です。ですからこれ同じワントップのままということになるんでしょうね。その通りですね。ジュビロの高原が起用されています。福田はポストで前線でキープできなかったら交代だと監督には言われたという話もお伝えしましたけれども、今度はその福田に代わって、まあ、高原のポストプレーを見ようという狙いがあるんでしょうか、うん、まあ、あのワントップであればその仕事をしなければいけないと思うんですね。栗田さん、内山さん、アルゼンチンはフォワードの17番ヒメネスが準備しています。アルゼンチンはフォワード登録はこの来日したメンバーでは3人しかいません。そのうち2人がもうスターティングメンバーで試合に出てますんで、まあ、ここは10番のゲームメイクをしていた左利きのディエスに変えて、まあ、前線に17番のヒメネスを送り込むと、うん、いうことにこれ早川さんなるんでしょうか。そうですね、これをどこに入れてくるかなんですね。今センターに入ってますけども、エステビスの下側に入れてきているセンターでの仕事をするのかどうかでしょうね。これだと4トップ気味になってくるところですね。オフサイドです。これは完全にオフサイドを取っています日本。11番のエステビス、まあ、これあと日本がですね1点を守ろうという気になってラインが下がってしまうと中盤にもスペースが生まれますんで、あと疲れでしょうね。今オフサイドになりましたけれども意図的に上げてるという感じではないですよね。ほんのワンタイミングで破られてしまうような感じは僕はするんですけどね。ただ依然として日本の最終ラインは高い位置を保っています。この時にやはりベンチから3バックでやっている向こうがフォワード4人入れてきた、どうやってつくんだ、ラインをどこで取るんだということをきちっと確認をしなきゃいけないと思うんですけどもね。あ、確かにあのこうやってアルゼンチンはマイボールになりますと4トップになってきます ね。しかも2列目からまた飛び込んでくる。ですから中盤相手ですね、前線に 4,5 人の選手がこう入り込んでくるという形になっています、はい。
高原、ここで取られると日本はピンチになります。エンデス、ディフェンスからの攻撃参加、そしてガジェッティ放り込んできた。もう一回メンデス、また放り込む、ヘディングシュートが入ってきた。まあ、今の状態であれば最終ラインはマークをきちんとしてますから、まあ、ほどヘディングが強かった場合に諦めるしかないでしょうけども、そう問題にあるシーンではないと思いますね。そしてまた日本ベンチでは一人選手が呼ばれています。明神です。明神、守備的ミッドフィルダーのレイソルの明神ですけれども、ね、やはり石井かあるいは、まあ、稲本、ポジション的にはそういうポジションになると思うんですけれども、ちょっと疲れが出た分中盤こうボール支配され始めて最初ライン崩され始めましたからね。右サイドはこのガジェッティが後半は張り付いて中に入れてくる。途中から変わったメンデス、明神が呼ばれています。この試合は5人選手を交代することができます。今日の観衆は 47,374 人、まあ、21歳以下ですけれども、日本代表、まあ、久しぶりのこの日本代表のゲームに 47,000 人以上の観客が詰めかけた国立競技場です。もうアルゼンチンは3バックですね。そうですね、完全にまた後で確認しますが、メンデスを下げて、ここに高原、中谷、中村俊輔、小野、小野、中谷、石、中村俊輔、ファールはありません。3対3ですよ。アルゼンチンのカウンターになります。遠いサイドを手を挙げて、おっとボールが長かった。最後はこのルクスからのボールでした。中、小野交代ですね。小野交代ですね。小野に代えて日本は明神起用です。やや試合中に小野が、まあ、足を痛めたということもあるんでしょうか、うん、小野交代、代わって明神、これ稲本をですね、はい、前に上げてくるということなんでしょうか。いや、今見てると同じポジションに小野のところに明神が入ってますけども、やはりディフェンスの能力というか、ね、そういった意識が強いですから。ということはもう本当に高い位置から、そうですね、明神にプレッシャーをかけさせようと、そういうことだと思いますね。トルシエの考えの中でこう下がってという中で考えはないと思いますから、積極的なディフェンスというのは今ここまでうまく功を奏してますんでね、その中の流れで変えていってると思いますね。稲本、中谷、中谷が中に絞った分だけこちらのサイドにスペースがあります。ガジェッティ、稲本が攻撃を遅らせた。後ろから中村のプレスもあります。放り込んできた高原、裏のスペースのボールですけれども、それほど日本はディフェンスラインを押し上げていませんでした。日本が1点をリードしています。後半の24分を回っています。日本の3バックは変わらず、戸田、宮本、古賀です。中村、市川、高原が声をかけていますが、近いサイド、中村俊輔、左利きですが、またループシュートだ。中村、またループを狙ってきた。いや、今ね、左サイド中谷ですかね、フリーでしたね今。ただまあ今日1点決めてる中村が、うん、これね、近くの上がり、中村からのパスですけども、これ出して打たせてもよかったと思いますね。まあ、左足って非常に技術の高い、キック力を持っている中村、あっとその中村のパスミスになりました。戸田、日本は2人交代しています。福田に代えて高原、
小野に変えて明神が入っています。この試合は5人を交代することができます。中田、宮本、高原、中村、その中村に5番の丸口とプレッシャーがありました。残り20分を切りました。後半です。栗田さん、内山さん、どうぞ。日本ベンチは攻撃的な中盤の古賀誠司選手を今サミアコーチと望月コーチが呼んでアップをさせています。あーはー、また攻撃的な選手を入れてくるわけでしょうか。高原、中に入っている選手がいますが、中村スルーした。そのスルーの後ろに選手がいませんでした。これも3対3、4対3、危ないですね。はい、フリーです。ガゼッティの左足、ちょっと足元に入りすぎてしまったでしょうか。ちょっとね、焦りがあるかなっていうようなシュートですね。去年の17歳以下の世界大会に出場したガジェッティ、来年はイタリアのパルマでプレーするというこのガジェッティです。まあ、しかしまだ18歳の選手。早野さん、はい、前線から非常にプレッシャーをかけてきた日本、足の動きはどうでしょうか。やや重さも感じるようにはなりませんか。いや、今ちょっとコンパクトにはできない状態、それは若干疲労かなという感じがしますけども、相手ボールで高いところになった時には中盤の選手は前に行っているというシーンはまだ続いていると思うんですね。ただこのアルゼンチンのアンダー21も若いなと思うのは、揺さぶりをかけてきてない、ロングボールを蹴ってきてない、高橋選手がいないということもあると思いますけど、そういった揺さぶりをかけられた時にこのバランスが日本取れるかどうかというのもちょっと見てみたい気がするんですけどね。裏にはエステベス、真ん中にヒメネスが入ってきます。キープする、パスだ、高原がここまで下がっています。カウンターに入る日本、中村俊輔、右サイド、内から上がってくる、そこを使う、真ん中に高原、遠いサイドには明神が上がっています。中には届きませんでした、石川。ただここでボールをもう一回奪えるっていうのがね、これはいいですよ。今度は放り込んだ石川、小野に代わった明神です。今ね、中村と高原の呼吸が合いませんでしたけどね、はい。まあ、高原もですね、この合宿にはチャンピオンシップがありますので参加していない、ですから一緒に練習したのはですね、昨日のこの国立競技場の1時間だけなんですよね。ただね、今のシーンでね、僕は高原が黙ってるんじゃなくて、もっとこういう風にしてくれっていうようなボールをね、中村に要求するシーンがあっていいと思うんですよね。はい、練習をしてないんだったら、ここでしっかりと自分の意図を伝えていくというのが必要だと思うんですね。中谷に代わって同じ左利きの横浜マリノスの古賀誠司を入れてきました。日本ニュースの代表でもあります古賀誠司、右のディフェンダーの古賀正弘の弟ということになりますので、兄弟で、そうですね、同じピッチ、日本代表のこのピッチに出ています。これは強気ですね、トルシエはね。まあ、中谷は本来は左のサイドバック、はい、ディフェンダーの選手で、この古賀誠司は攻撃的なミッドフィルダーの選手なんですよね。そうなんですね。相手のこれ一つはね、毒を持って毒を接すじゃないですけど、4番のセリスエラを上がらせないぞという形で一つこう歩を打つような形で打つというのも一つの手なんですね。つまり高い位置でそのセリスエラをチェックしろと、そういうことですね。あくまでもトルシエサッカーは攻撃的ですね。そうですね、こういう交代を見るとそういう感じを受けますね。さあ、その古賀誠司です。
ダイレクトで叩いて高原か、これでゴール前でしょうね。左利きの古賀誠治、おっと中央後ろから石井のシュートがあった。最後はレッズの石井のシュート。いや形ですよね、右からのチェンジサイド、古賀がダイレクトオーバーラップをかけるクロスボール、競ってこぼれたのシュート、いいんじゃないですかね、このシーンですね。まあ、これは普通のいわゆるオーバーラップのプレーですけれども、はい、古賀からボールがこぼれて、そして最後は、まあ、守備的ミッドフィルダー中盤の後ろの位置にいる石井がゴールを狙うというプレーでした、はい、アルゼンチンボールです。さあ後半の30分を回りました。ここからですよ、ここからが本当に苦しいところ。しかし自分たちの自信を失わずに戦っていくということが非常に経験になると思いますね。アルゼンチンのフリーキック、ここまでは4番のセリスエラが蹴っていましたが、7番のアルボルノスもこのボールのところにいます。セリスエラのシュート、後半の31分を回っています。ちょこんと出してセリスエラ、ディフェンダーに当たってこぼれたところです。ところがゴールキックにしてくれましたんでね。あ、なるほど、日本ボールのゴールキックと変わっています。残り15分を切りました。日本が1点をリードしています。前半42分に中村俊輔のゴール、途中から投入された姫です。石井のチェックはファールです。アルゼンチンボールのフリーキック、まあ、これ止めるプレーも大事ですが、あまりゴール前でファールを重ねるようですとアルゼンチンにセットプレーのチャンスを与えてしまいますよ ね。これがね、もう高い位置でこう激しくいく分には全然問題ないんですけどね、下がりながらのファールというのはこの位置は怖いですね。当然合わせるボールになってくると思います。いいボール入ってきた、ヘディング、コーナーキックです。アルゼンチンのセットプレーのチャンスが続いています。まあ、ここ疲れもあるでしょうし、日本のディフェンスは集中が必要になってきます。うん、もうね、ここは声出してね、確認分かってても何回でも言うべきだと思うんですね。ヘディング、日本のクリアです。稲本ディフェンスライン上がった、裏を狙ってきた、シュートになった、助かりました。今日はゴールにアルゼンチンの方がやや嫌われた感があります。いやー、しかし今のも決定的なアルゼンチンチャンスでした。ラインが上がったその裏でしたね。そうですね、うまくエステベスが抜け出したんですけどね、これ冷静になっていたらですね、シュートでなくて逆に折り返されたらいたんですね、フリーの選手が。そうなんですよね、ここにまで行きますけどね、ガジェッティがいましたね。でこの辺もちょっと焦ってるかなって、若いなっていう感じがしますね、アルゼンチン。高原のファールです。足を高く上げて危険なプレーです。関節フリーキック、エステです。途中から入った古賀誠治です。そして中村に対するファールはマルキッチキャプテン。もう両サイド上げてますから、このマルキッチもね、中村が出ていったらこれ危ないぞって言ってね、思わずファールをしましたね。まあ、中盤のディフェンスはこのマルキッチがほぼ一人でやってるような形になっています。その通りですね。ただ日本もワントップですからね、その数的有利というのは確保してますね、アルゼンチンは。高原、戸田がいいところでカバーをしています。アルゼンチンはエステベスを今度ガジェッティの代わりに右サイドに出して、ガジェッティが真ん中に入ってきてますね。9番のガジェッティが真ん中に入って、そしてまたエステベスが動き回るような形になっています。そうですね、いい形で取りました。稲本です。走っていく高原は
市川まで見えますかね。あー、いった。明神です。石井、あそこ市川の前のスペースにボールがダイレクトで出るとね。そうなんですね。あー、面白い動きですけどね。石井が前に上がる、ちょっとスピードが足りませんでした。さあ残り10分を切りました。21歳以下の代表同士、日本とアルゼンチンのゲーム、日本が1点をリードしています。稲本のカット、おっと、これがミスパスになってしまいました。日本、ガジェッティがまたこの右サイド、裏からオーバーラップがありますが使いませんでした。上がってきてスリスラ、メンデス、いや助かりましたね。ガジェッティが遅らせてくれた分だけ疲れてありますけど、日本の選手戻る時間ができましたよね、はい、まあ、非常に苦しい時間になってきましたが、早野さん、日本の選手の運動量はいかがですか。ちょっとスピードは落ちてきましたけれども、やはり意識的には持っていると思いますね。ディフェンスの速さ、中村、あ、このパスが読まれていた。これをね、また1カーまで飛ばしてくれると、向こうのアルゼンチンのディフェンスは真ん中を固めてるんですよ、はい、でそれを崩すためにも外にこう散らすようなパスをして中で勝負というのをね、アイデアとして持っててほしいですね。まあ、もうアルゼンチンの場合には3バックにして中を固めて、両サイドはですね、まあ、中で跳ね返すような作戦になってますからね。もうしょうがないでしょうね、1点取りに来てますから。あとまた古賀誠司が入ったことで、日本の方の3バックもやや市川がですね、下がって、そうなんですね、やや4バック気味になってきましたね。まあ、それでもやはり高い位置を保とうという意識を持ってますね。ただ向こうが3トップ気味になって、左サイドはルクスがいるんで、そうですね、市川がそれを見ていかなきゃいけないって、若干4バック気味、今は4バック気味ですけどね、まあ、相手のアルゼンチンが3トップ気味になっていますので、はい、そのルクスの動きが前に行ったことで市川がそれに下がって対応しているという形になって、はい、ね、はい、まあ、日本はその時間帯、今の時間帯は4バックに近い形になっています。システムっていうのは試合中に動きますから、一つの形でずっとやりきるっていうことはないと思いますね。中村、あ、しかしこのマルキッチのディフェンスです。石川です。石川が中に行く、高原に当ててから、いい流れですね。さあ、この選手は左利き、いいボールが入ってきた。日本ボールコーナーキックです。いや、鳥栖監督も高原にちょっと丸をつけたんじゃないですかね。中、市川の中のドリブルからポスト、ダイレクト、これもダイレクトで展開していくという非常に攻撃の厚み、幅のある展開だと思うんですね。つまりワントップらしい動きですよね。日本ボールのコーナーキックとなります。180センチの稲本が上がってきて、ゴールから遠いサイドに来ました。今ね、ディフェンスライン、その市川にパスを出したときに、まあ、12番の古賀正弘君がね、9番のガジェッチにこうアフターファウルを受けたんですね。中村は左足で逃げてくるボールを蹴りますが、ゴール前、後ろから石井、日本ボールです。石井、おっと、ゴールキーパーとちょっと声の掛け合いがうまくいきませんでした、アルゼンチン、うん、日本ボールのですからスローインになります。戸田、宮本、さあ時間がなくなって、アルゼンチンも前へ前へ、当然これボールを取りに来ます。その時にもうこの最後の詰めっていうんですかね、ゲームの仕上げといったところも今の宮本君はちょっと危なかったですけどもね。
ゲーム90分で終わらせる最後の最後まで自分たちの勝ちを信じて勝つためのプレーを続けていかなきゃいけないと思いますよ。こうしたゲームになりますと1点取るよりもこの残り5分をですね、はい、どうやってうまく引かないで守るかと。そうですね、アルゼンチンの選手が1人交代しそうです。中村俊輔、戸田が前に来て、あ、戸田が上がってきます。この時間帯になっても3バックの左サイドがマイボールになったということで上がってくるという、ここでアルゼンチンの選手の交代。15番をつけましたサリッチ、187センチの長身の前線にあるいは送り込んでくるんでしょうか、まあ、中盤の左サイドを得意とする選手です。クロアチア系の異性2世、移民の2世でそうで、まあ、クロアチア代表としてワールドカップにも出たいという夢を持っていた選手ですが、15番をつけたこの187センチの選手です。あ、やっぱり前線に行きました。サリッチが前線に入ってきています。まあ、アルゼンチンとしてはもうこうなりますと中盤を省略してもと、うん、そうでしょうね。こういったボールを競らせる、そうでしょうね、うん、チャンスになった。サリッチ左利きの選手です。右で打てなかった。後ろからガジェッティ、ガジェッティがスルーパスを出してきたが抑え、こういったところアルゼンチンらしいスルーパスの狙いを持った攻撃ですけども、日本もねわずかですけどもラインを少しでも上げようという意識がオフサイドを誘ったシーンでしたよね。まあ、そうした意味ではそのトルシエ監督の前からディフェンスするラインを押し上げてコンパクトにする、はい、まあ、その辺の意思統一がこの1週間の合宿でもできてますね。そうですね、まあ、アルゼンチン の, その攻撃のパターンというのがそう大きく前半と変えてない、布陣を変えてきましたけれども戦法的にはあまり変えてないということも幸いしていると思いますけどね。高原、その高原に対するファウルです。ボールが出て抜けようといったところ、ボールに関係ない体にファウルです。これもやはりいいようですね。相手の前進を妨げるという間接フリーキック、中村俊輔が蹴ります。このスペースには選手がいませんでした。2年後のシドニーオリンピックに向けて21歳以下の日本代表初勝利までまもなくあと2分ということになります。ディフェンスの中心の宮本、よくここも古賀誠司が戻っています。そして早い段階でこの11番のジュビロ高原へキープしておいて、そしてこの中村俊輔真ん中空いて石井、レッズの石井です。石井が真ん中にこだわらない方がいいと思いますね、はい、サイド振った古賀誠司、左足で放り込んできた。この古賀誠司が入ったことで左サイドからの日本の攻撃また非常に熱くなりましたね。そうですね、まあ、逆に言えばアルゼンチンのこうディフェンスが2人しかいませんからカウンターが効きやすいという、そこに古賀のこうフレッシュな運動量で左サイド出ていくということですから、アルゼンチンにとっては特に4番のセリスウェーバーは嫌でしょうね。ロスタイムは2分というふうに掲示されました。日本ボールです。中盤の稲本あるいは最終ラインの宮本を中心に先ほども声をかけてもう一度集中を高める日本。古賀誠司は左利きですが、その左足に非常にダイナミックなキック力を持っています。
ですね、自信を持ってると思いますよ、まあ、はい、日本のファウルです。アルゼンチンボール。アルゼンチンは前線に187センチのサリッチを起用しましたが、なかなかそのサリッチまでボールを送ることができません。しかしこうした空中戦を得意とする選手を前線に置いている。ヘディングシュート入ってきた。最後は6番のクロサ。このクロサだけは実はアルゼンチンの22歳、オリンピックの代表選考外なんですけれども、しかしこれからのフル代表にも行ける可能性があるということで、あえてこのペッケルマン監督は21歳以下の代表に帯同しました。ロスタイムは目安ですが2分です。ゴールキーパーのディッツァリーがここまで上がってきています。あとあまりアルゼンチンは早野さん、はい、ラインの裏のスペース、うん、そこに放り込んでくるってことはしませんね。そのやはりターゲットになる大きな選手というかですね、そういった特徴を持った選手がいないということがそういうプレーをさせてないということだと思うんですね。トラのクリアです。この変わった15番のサレッチにしてもトップというよりはその後ろ側にミッドフィルダーのオフェンシブというような形で入ってますので、なかなかトップ背後までというのは狙いとしてはできないですね。この時間帯でも前線からプレッシャーをかけて日本、今試合終了。アジア大会日本代表2年後のシドニーに向けて、その初戦の試合アルゼンチンを破って初戦を飾りました。21歳以下の日本代表の初勝利、しかも相手はこのアルゼンチンでした。そうですね、もうこれで、まあ、アンダー21とはいえ、この同じユニオンを向けているアルゼンチンをワールドカップの借りを返したわけですから、これはもうずっと覚えておかなきゃいけないですね。1点差を守り切って日本アルゼンチンに勝っています。まあ、今日のゲーム本当によく戦ったと思います。戦ったシーンがたくさん出た。それが守備の部分で非常に多かったということ。ただ攻撃になって相手がもうリスクを背負って出てきた時にはうまい攻撃ができたんですけども、後半の立ち上がりのようなプレッシャーがある中での攻撃というものはまだまだこれからでしょうね。まあ、トルシエ監督の掲げる攻撃的なサッカー、ラインを下げない、はい、まあ、気持ちをアグレッシブにいくサッカー、うん、そうしたサッカーの片鱗がこの試合でもかなり早野さん見られましたね。攻撃的という言葉に対しては僕は守備も攻撃も当てはまると思うんですね。特に今日の場合積極的な守備というものがものすごく功を奏したんじゃないかなという、そういうイメージを僕は受けましたね。トルシエ監督は練習中にも7人で攻めさせて、そして3人で守る3人でもアグレッシブに守れば守れるということを選手に分かってもらいたいんだと。あのね、それはね、極端な言い方だと思うんですね。今日の場合でも中盤のプレッシャーというかですね、ボールプレスというのは非常に機能している分だけ、ただ3人でもお前ら守るんだぞと、そういう責任感を植え付けるための言葉の比喩じゃないかなという感じがします。放送席インタビューです。それでは日本代表トルシエ監督に伺います。アルゼンチン戦、この勝利を今どんな気持ちで受け止めていますか？ Oui, c'est une victoire, on y pensait, parce que quand on joue au football, on joue pour gagner. 勝てるということを信じてました。サッカーをやるためにやるたびにやっぱり勝つというふうに常に思ってますし。Cette victoire fait d'autant plus plaisir que c'est notre premier pour cette équipe de moins de 21 ans, et puis surtout c'est l'Argentine, c'est un champion du monde, elle a montré aujourd'hui de belles qualités.そしてこのやっぱりアンダー21のチームとして初めての試合だし、またそのアルゼンチンという相手で本当に嬉しく思ってます。Donc la victoire est encore plus belle. 本当に素晴らしい勝利だったと思います。監督自身がイメージしているゲームは今日は何パーセントぐらい発揮できたと思いますか？ Oui, aujourd'hui j'avais demandé surtout qu'on soit très bon dans la récupération du ballon et dans l'aspect défensif. 今日は何しろボールをどんどん積極的に奪っていこうという指示を出してましたので。Et aujourd'hui, les joueurs m'ont vraiment fait plaisir parce qu'on a joué vraiment pour conserver notre résultat. On a joué avec beaucoup de cœur et ce sont les qualités du Japon.
本当にそういった意味でよくやってくれました。選手が本当にあのハートを込めて今日やってくれたんで、本当に日本のいい部分が出たと思います。アルゼンチンに勝ったことでアジア大会への目標がさらに高くなると思いますが。Oui, mais de toute façon, on avait toujours de l'ambition. On prépare ces Jeux asiatiques vraiment de belle façon. Et cette victoire fera partie de toute façon d'un capital confiance supplémentaire. もちろんあのアジア大会に向けて本当にいい準備ができたと思いますけど、やはり常にやっぱり自信を持ってあのまたこれ自信が生まれたと思います。おめでとうございました。ファリスタション。Merci beaucoup. トルシエ監督に伺いました。トルシエ監督には内山アナウンサーが話を伺いましたけれども、放送席、それではアルゼンチン戦勝利を飾ったゴールを決めた中村選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。アルゼンチンに勝ったという気持ちは今正直にどんなものでしょうか。そうですね、ワールドユースの時もあの優勝したメンバーが何人かいたし、まあ、強いって分かってたんで、あの監督とかみんな言ったように気合だけでは負けないようにいけました。あまりゲーム形式の練習がなかったことでコンビネーションに不安を感じる声もあったと思うんですが、そのあたりどうでしょう。そうですね、僕ももうひどいほどミスしちゃったし、あの、まあ、やっていくうちにだんだんいいパターンからの攻撃ができたんで、まあ、今度の、あのアジアの大会ではね、あのもっといいプレー見せてコミュニケーションを取っていきたいですけど。ゴールの場面を振り返ってみますと、あの稲本選手のチェックからみんなの意識がゴールに向かってたと思うんですが、どうでしょう。そうですね、あの時間でみんなゴールに向かっていったし、あのシュートも少なかったんで、まあ、みんなゴールに向かっていったと思いますけど、はい、これアルゼンチンに勝ったことでアジア大会、そしてその先のシドニー予選とハードルが高くなると思いますが、どうでしょう。そうですね、あのどんどん乗り越えていくだけです。はい、おめでとうございました。中村選手に伺いました。